19インチラックの例19インチラックは、電子機器を収容するため、機器の取り付け幅を19インチに規定して、標準化されたラック、または、キャビネットの総称である。インターネットデータセンター等に設置され、ラックマウント型サーバーを格納する。電子機器を収納するラック及びキャビネットの定義は、IEC6917 から1エド1.12009に基づく。また、 19インチラックおよびキャビネットの寸法規格は i e c 六ゼロ二九七三一ゼロゼロエド一二千八シリーズパート三から百ベーシックディメンションズオブフロントパネルズサブラックスシアシラックスキャビネットに基づく19インチラックは電子機器用の機構として i e c 六万二百九十七から 3XXX シリーズで規格化された19インチシステムの 階層構造の一部である。一流サイズのサーバーの例通信機をシャシーに搭載してラックに収納する方法は、軍事用として第二次世界大戦中の米国における a s a c 8 3旧規格に見られる。この規格ではシャシーをラックに取り付けるためのフランジの幅は19インチ、高さのピッチは一流イコール1.75インチと定められた。戦後、 通信機器の分野で19インチシャシートラックの構成は世界中に普及する。ASA 規格は a ア規格に改変され、数度の改定を経て、ANSIARS310C1971 が発行された。この規格では19インチ規格に基づくラック、パネル及び搭載用のシャシーの寸法のみが規定されている。 19インチラックはこの規格を引用してエアラックと呼ばれることもある。1960年代に入って産業用電子機器、通信機器の分野でプリント基板の採用が普及し始めた時点で DIN ではプリント基板を収納するシャシーの標準化について検討を開始した。ここではラックよびシ,ャシーの寸法は19インチ規格を採用するものとし19インチ規格のシ,ャシーに プリント基板を搭載する方法として次の基準を設定した。プリント基板の寸法を統一する。プリント基板の相互接続はバックプレーンで行うためコネクタの種類を統一する。放熱のためにプリント基板は垂直に配置する。こうして1970年代にマイクロエレクトロニクスの時代に適合する電子機器用の機構としてと階装構造がデザインされ。 それぞれのインターフェース寸法を規定した DIN41494 シリーズが開発された DIN41494 シリーズではプリント基板の相互接続を行うコネクタとして70年代に産業用コネクタとして評価が確立した DIN41612 の採用が前提となっておりその後八十年代に IEC 規格として i e c t c 十八 SC48D に提案され、IEC297 シリーズと共に、IECTC48、SC48 SC バイトにおいて、IEC603 から2規格が成立した。これらは、規格番号の表示変更や、内容の改定が行われ、19インチシステム規格は、IEC6297 から3シリーズ、シリーズパート 3XXX、 ティンツーピースコネクタ企画は IEC6603 からに 1995With Common Mounting Features となっている。19インチシステムの階層構造1970年代および80年代を通じて19インチシステムは主として欧州で通信機器、交換機の機構として採用される。一方で1982年に発表されたベミバス。 の仕様では、そのコンピュータモジュールとシステムの機構に、D41612 コネクタと共に19インチサブラック、プラグインユニットの構造を採用した。ベミバスは32ビットのマイクロプロセッサを利用する、オープンアーキテクチャーの標準コンピュータバスの仕様として、米国において、産業用あるいは軍事用のコンピュータとして、大きな注目を集め、マーケットにおける普及とともに、 IEEE で IEE1014 から1987、IEEE スタンダード法、A バーサタイルバックプレインバス、ベミバスとして規格化される。そこで用いられている19インチシステムもより実用的な構造規格として IEE1101、1987が発行された。19インチシステムにおけるサブラックとプラグインユニットは19インチラックの 企画からスタートし、プリント基板の相互接続の技術的課題を既存の寸法計の中で解決しようとしたものである。プリント基板をプラグインユニットとしてモジュール化し、堅牢な構造のサブラックに収納する。収納されたモジュールはサブラックに固定されたバックプレーンによって相互接続される。その接続用に信頼性の確立したコネクタを採用する。 すなわち19インチシステムの機構と d i n 4 1 6 1 2コネクタの組み合わせである。この構造は通信機器、電子計測、ベミバスなどの産業用コンピュータなど様々な分野で採用されることになる。19インチラックはこうした電子機器システムの一番外側のハウジングとして利用された。1980年代の後半になると DIM IEC ETSI で新たな電子機器用のプリント基板の高密度実装、コネクタの多極化、電子機器の動作周波数の高速化、これらに付随する EMC 対策、放熱対策の要求が顕在化したからである。プリント基板上の電子部品は、デュアルインラインは IC の零点一インチピッチから、SMD、SMT の採用によるメトリックの実装グリッドに移行し、 コネクタも D41612 コネクタから 2.5mm あるいは 2mm のピッチでより多極化、高性能化したメトリック寸法のコネクタが開発されつつあった。さらに19インチシステムではインチ系の寸法が基準となるためカナダドル C の利用に馴染みにくいとして電子機器用の機構の寸法体系をメートル系で統一するための基本寸法規格。 IEC-917 が1988年に発行され、これに基づく実用規格として、メトリックシステムの開発が DIN-IEC-IEE でスタートした。メトリックシステムでは19インチシステムと同様に4つのレベルの階層を持つ。DIN では90年代初頭に、コネクタは 2.5mm ピッチのメトリックコネクタの採用を前提に DIN43356。 シリーズを完成していたが、IEEE、e、でベミバスの次世代を担う、標準バスとして、フーチャーバスの開発が進んでおり、そこでは 2mm ピッチのコネクタの採用が決まった、ことから IEC と IEEE、e、は、並行して、メトリックシステムの開発を進め、IEC6917 シリーズ及び、IEEE1301 シリーズが90年代、初頭に完成した。 これを受けて19インチラックの寸法規格であったアンシー・ a、SI、r s 3 1 0 c は IEEE1301 シリーズと連携してメトリックキャビネットラックの寸法を導入したアンシー・ AAR-310D1992、SI、に改定された。メトリックシステムの特徴は次のようにまとめることができる。電子機器用の機構の寸法体系をメートル系で統一した。 その基本モジュール寸法は 25mm で、ラックやキャビネットが設置される、室内空間においてもこのモジュール寸法が普遍される。一方では、最小のモジュール寸法は 0.5mm である。プリント基板の高密度実装に伴うコネクタの多極化に対応して、プラグインユニットは総抜け機能を持つハンドルが採用される。プラグインユニットとバックプレインの相互接続における、 コネクタの多極化、層抜けハンドルの採用によるサブラックの合成の向上が図られた。電子機器の動作周波数の高速化によるフィー対策のため、サブラックにおける電磁シールド機能の追加が行われた。プリント基板、プラグインユニットにおける熱の放散を考慮したサブラックの構造が採用された。メトリックシステムは高度化する電子機器の要求に対応する機構が、 国際規格として標準化されたため、産業用コンピュータや通信機器の分野で19インチシステムにとって変わると予想された。しかし、一連の規格開発の終了と前後して起きた東西冷戦構造の解消とともに、米海軍でのフューチャーバスの採用プロジェクトが中止となり、米国におけるフューチャーバスとメトリックシステムに対する期待が急速に低下し、その結果ベミバスの 後継システムとしての開発プロジェクトが途絶えた。一方、ヨーロッパでは、メトリックシステムは、通信機器用の ETSI キャビネット、ラックとして採用が定着した。90年代の中頃以降は、ベミバスの高性能化が図られる一方で、PCI バスなどの Windows PC の i o インターフェースを、産業用コンピュータバスに利用する動きが出てきた。 その中で19インチシステムを採用したコンドプシーの仕様が1996年に開発されている。ここにおいて19インチサブラックはメトリックのそれと同じような 2mm ピッチ、多極コネクタ採用し、それに対応するプラグインユニット用の層抜け式のハンドル、サブラックにおける電磁シールド機能の追加などが開発され、規格化が IEE と IEC で行われた。 その結果、メトリックシステムの採用は大きく後退して、今日に至っている。19インチシステムは、現在も、なお、産業用コンピュータの主要な機構として、ベミバスやコンドプシーと共に採用されている。また、1990年の後半以降、インターネットの爆発的な普及で、ルーターやスイッチ、サーバが、IT 機器として新たなマーケットを形成したが、 これらの機器の大半は19インチラックへの搭載を前提としており、19インチシャシーの外形寸法を、ここに ISP や v o IP の電話網を構築するテレコムキャリアにおいて19インチラックは広く採用されることになった。さらに2010年以降、IP 網とクラウドコンピューティングの普及によってデータセンターの建設が急増すると、 ここにおいても19インチラックの需要は拡大している。代表的な19インチサーバーラックの寸法19インチラックの寸法規格は IEC602973100 へと、12008によるが同じ内容が対応 JIS 規格 JISC601231002015 として発行されている。メトリックラックの寸法規格も JISC6011 から2 1998の付属書1キャビネット及びラック寸法で見ることができる。数に19インチラックとメトリックラックの寸法規定の概要を示す。19インチラック及びメトリックラックの標準的な幅寸法 WC、WC 0は 600mm、奥行き寸法 D、DC 0は 600mm、高さ H、HC 0は1800、2000? 2200mm である。機器取付ネジの幅寸法は19インチラックで465.1プラスマイナス 1.6mm、メトリックラックでは 465mm である。データセンターでは大型のルーターやサーバー搭載のために奥行き寸法の深いラック、あるいはネットワークケーブルの付設スペースを得るために幅寸法が大きいラックが採用されている。 19インチラックとメトリックラックの寸法概要19インチラックとメトリックラックは対環境性能を評価するための共通の規格を持つ。これは IECSC48D で開発されたもので、主要なものは以下の通りである。また、それぞれの対応実施規格も発行されている。対環境試験規格 IEC61587 から、 1>, 1エド42016対応ジス規格ジス C6011 から1、2015耐震、試験規格 IEC61587 から2、エド2.02011対応ジス規格ジス C6011 から2、2015、電磁シールド性能評価試験規格 IEC61587 から3エド2.02013対応ジス規格、 ジス C6011 から3、2015ラック及びキャビネットは専業メーカーによって市場に供給されるのが一般的である。メーカーは先に述べた寸法規格やこれらの体環境評価のための規格を参照して使用を決定しメーカーの標準品として市場に供給することができる。ユーザーは寸法規格や 体環境評価のための規格を確認して市場に供給されている標準ラック及びキャビネットから適切な機種を選定して使用することができる19インチラックの使用例。ありがとうございます。